私はコンドルタクシーの森田真希と申します。オッケー、森さん点検お願いします。はい、ありがとうございます。ではお気をつけていらっしゃい。はい、ありがとうございます。行ってきます。最後に車体の傷の確認をします。以上です。大変お待たせいたしました。よろしくお願いします。はい、あとこれ大丈夫ですね。すいません、お願いします。ドア閉めさせていただきますね。どちらまで行かれますか？練馬区役所。練馬区役所で、はい、ちょっとナビの最短ルートでよろしいですか？で出発させていただきます。わー、すごい女の子の運転手、すごいね。はい、そうなんですよ。ちょっと元から運転するのが結構好きなので、このタクシー会社に入らせていただきましたね。若い方初めてだね。ああ、うん、そうですね。でも最近になってきて、やっぱり若いタクシードライバーの方も結構増えてきてるので。ちっちゃい時からタクシーのドライバーになりたかったの？はい、いや全然そんなわけじゃなかったんですけど、元ちょっと野球、女子野球をやってたんですよね。そう、野球をやってたんですが、ちょっとちょっと事故に遭ってしまってっていうので、野球ができなくなって、そうですね、運転好きなのでちょっとタクシーやってみようかなってことでタクシーやらせていただいてますね。すごい、はい、そうなんですよ。580円になりますね。お預かりいたします。片手で失礼します。すいません、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。今の人はすごくいいお客様でした。ありがとうございました。ただお客様の中にも怖い人がいて、私の体験では、お客様は普通に乗ってきて駅のつけ待ちをしてたんですけど、ここのバックミラーですごい視線を感じてたんですよね。コロナの時期もあってマスクは常に着用っていう形でやらせていただいてるんですけど、その顔を見たいって言われたのでマスクを外したんですが、まあまたつけるんですけど、その後でもちょっともうちょっと見せてっていう形で言われて、こういう形で持ったんですが、後ろからバッっていう形でマスクを取られて、えって私もなって、そこでやっぱ一番びっくりてか怖かったんですが、そのままお客様は私のマスクを持って帰っちゃいましたね。それがやっぱりちょっと一番怖い出来事でした。駐車停車禁止のところで、駐停車してる人で5分以上経っちゃう人は、ああやって免許の点数を引かれたり、あとお金を取られます。8000円ぐらいだったと思います、多分。私たち乗務員は400人以上いるのですが、男性が基本多くて400人以上で、私たち女性が6人で仕事をしています。で、給料の体系自体は男性と女性何も変わりなく同じですね。で、基本給プラス歩合制っていう形でお給料をもらっています。で、月に入らないといけない日数12日間になるのですが、それにも理由があって、
1日の労働時間が20時間になるので、一般のサラリーマンの2日分の仕事を1日で終わらせないといけないっていう形になるので、月に12日間という形でやってます。で、タクシーのいいところ悪いところ、いいところ自体は、自分の時間を有効活用ができるっていうところがいいところになると思います。で、悪いところは、20時間の労働になるので少し生活リズムが狂っちゃう、まあちょっとダメになるかなっていうのはありますね。年齢は23歳になります。どうしてこのようなお仕事を選んだかというと、元から運転するのが好きなので、まずタクシーということを選ばせていただきました。で、あとは、お客様とのコミュニケーション、まあ、接客であったりとかするのが結構好きなので、そういうのも含めてタクシーをやろうかなっていうのがきっかけになりますね。はい、今後に関しては、父親の方の会社を一緒に、まあ、事務として仕事ができればなっていうふうには思っているんですが、やっぱり自分の心残りとしては野球がどうしてもやっぱり後遺症がなければ、脳の方が完璧になればもう一度でいいからちょっと野球はやりたいなっていうふうには思っています。